暮らしに役立つ横浜市の情報をまとめてお届け、ギュッと横浜。こんにちは、リポーターの入江舞です。今回のギュッと横浜1月号はまず林文子市長の年頭挨拶をお届けします。明けましておめでとうございます。横浜市長の林文子です。新たな年を迎え、市民の皆様とともに希望に満ちた1年を過ごしていきたいと願っています。オリンピック・パラリンピックイヤーの今年は、横浜の街がさらに進化し、横浜のにぎわいと活力はさらに高まります。文化芸術の振興や魅力あふれる街づくりを加速させるとともに、誰もが生き生きと自分らしく暮らし活躍できる社会を実現してまいります。市民の皆様の安全安心な暮らしをお支えし、横浜が持続的に成長発展できるよう、今年もオール横浜で取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。続いてはこちら、幅広い世代に能狂言の魅力を伝える開かれた能楽堂、横浜能楽堂をご紹介します。横浜能楽堂では独自の切り口で能や狂言を上演、広く古典芸能の魅力を伝え、世代を問わず誰でも楽しめるような開かれた能楽堂を目指して運営されています。おー、すごい荘厳な雰囲気がありますね。こんにちは、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。私初めて来ました。ようこそいらっしゃいました。素敵な、ね、雰囲気なんですけれど、室内なのに屋根がありますね。はい、かつて野外にあった名残で、今もこういうふうに建物の中なのに屋根がついています。はい、他の劇場と違って、これが一番能舞台の特徴的な部分かと思います。近くに来ると迫力が違いますよね。歴史がなんか感じられますね。はい、実はこちらの舞台144年前に建てられたものでして、別の場所だったんですけれども、移築されて復元されて、今こうやって能楽、横浜能楽堂として使われています。このようにして使われている能舞台としては関東最古と言われています。今までなかなか見る機会がなかったんですけれど、こういった説明や舞台の見学ができるというのはすごくありがたいですね。はい、公演がない日でも舞台はご見学いただけますので、気軽にお立ち寄りいただければと思います。はい、あと月に1回舞台裏までご見学いただける機会を設けてますので、今日は特別にご案内させていただきます。ぜひよろしくお願いします。もう舞台があるんですね。はい、こちらの第二舞台はお稽古や発表会でご利用いただいてます。すごい身近に感じます。はい、公演ですとかワークショップですとか、いろんな催しもやっておりますので、ぜひお越しいただければと思います。ぜひ実際に感激してみたくなりました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。横浜能楽堂では年間およそ30公演の上演があり、中でも普及公演横浜狂言堂は、誰でも気軽に狂言を楽しめる毎月人気の公演です。2月29日には井伊直輔の作った能と狂言を開催。詳細はホームページをご覧ください。広報横浜1月号の特集は、東京2020オリンピック・パラリンピックです。競技会場やライブサイト、200日前イベントについてご紹介します。その他、特別自治市、地域包括ケアなどについても掲載。横浜にゆかりのある著名人のコラム、アット横浜では、パラリンピックブラインドサッカー日本代表の佐藤大輔さんにパラスポーツについて語っていただきます。ぜひご覧ください。今回のギュッと横浜、いかがでしたか？次回も横浜での暮らしがもっと豊かに楽しくなる情報をお届けします。お楽しみに。